はい、しめじです。今日も仮面ライダーバトルラッシュ続きやっていきたいと思います。特にチーム編成は変わっていません。ブラックのレベルが32ぐらいまで1人突出して上げているだけですね。はい。じゃあやっていきたいと思います。前回ですね、ゴーストの世界が終わって、で謎の敵ですね、QというQちゃんを追いかけてですね、仮面ライダーの1号2号の世界に行きたいと思います。第1話、恐怖都市爆破計画。いいですね、ショッカーの計画っぽいですね。はい、じゃあまあとりあえず普通でいきましょう。バトル開始。仮面ライダー1号2号の世界に到着しました。 Q が見つかるといいけど。 Q って誰なんでしょうね。ショッカーを追えば手がかりがつかめるはず。やはりこの世界ではショッカーによる破壊活動が活発化しているようです。うん、いい時代ですね。現在もこの付近でショッカーが現れたとの情報がありました。まずはそこに向かおう。仮面ライダー1号にも会えるかも。マジで？いた。ショッカー、貴様らの好き勝手にはさせん。爆弾を仕掛けた場所を言え。トーン。いい。爆弾は都心第4ビルの地下に。グッグワ。ちゃんと教えてくれるところがいいですね。優しいショッカー。くっ、何としても爆発を阻止しなければ。ショッカーの悪事を許すわけにはいかん。キャー、すごい、仮面ライダー1号が戦ってる。伝説のライダーにまた会えるなんて。また？君たちはもしかしてライダーフォースか。なぜ知っている？お久しぶりです。あ、でも私見習いだし覚えてないかな。以前に会ったことがあるんですね。久しぶりだね、ミナー君。ライダーフォースは壊滅したと聞いていたが健在だったか。いえ、生き残ったのは私たちだけです。果たして健在と言えるかどうか。違う、私たちが戦い続ける限りライダーフォースも正義も決して負けない。私のことを覚えてます、誰か？そうね、ミナちゃんと二人きりで心細かったけど。そうです、そうです。 R デバイスを使えるしめじさんも加わったし。しめじ、君は仮面ライダー1号を知ってる？私の憧れのライダーなんだ。当たり前でしょう。仮面ライダー1号は48もの必殺技を編み出した技の1号と呼ばれる伝説のライダーなんだ。3人とも偉いぞ、よく頑張ったな。しめじ君、共にショッカーと戦おう。ありがとうございます、握手してください。やっぱりショッカーが悪事を働いているんですね。ああそうだ、奴らの仕掛けた爆弾を解除しなければ町が火の海。私たちも支援します。行こう、しめじ。はい、ありがとう。ライダーフォースの支援は心強い。今回ばかりはちゃんとはいって言っていきます。ノリノリですよ。もうすぐ都心第4ビルだ、早く爆弾を。来たよ。いいいい、出たな、しよっか。しめじ、私たちも出動よ。了解です。はい、ブラック出動します。はい、バトルスタート。ラウンド1。はい、ディープスペクターじゃなかった、ゼロスペクター行ってください。はい、DDDK。 はい、こちらの新一号も行ってください。ムキムキ1号行ってください。はい、バトルクリア。7人出す前にバトルクリアしちゃいました。ラウンド2。はい、ゴースト行って。ゴースト、はい、お願いします。ナイト、7人揃いました。いや、援軍のブラスターフォーム、かっこいいな。ちゃんと技がね、あのムービーシーンがしっかりあっていいですよね。可愛らしいし。とりあえずなんか使いましょう。ゼロスペクターをいつも噛みます、ね、オメガドライゼロスペクター。これって今適当にやってるんですけど、ね、いいのかな。ディ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 ケイ、まあいいでしょうね。多分もっとシビアになってくるとタイミングとか考えて発動しないとやばいんでしょうね。
まあ最初なんでね、あんまり考えずにサクサクいきましょう。はい、第2話、2号危うしショッカーの罠。はい、バトル開始。あったぞ、爆弾の次元装置だ。爆発まで あと1分。大丈夫だ、俺に任せてくれ。さすがですね。よし、解除完了だ。はいはい、これでもう爆発することはない。さすがですね、助かった。さすが仮面ライダー1号、 IQ600 は伊達じゃありませんね。そうですね。だがショッカーの計画は一つではない。仮面ライダー2号も奴らを追っていて。はて、む、仮面ライダー2号から連絡だ。港の第三埠頭で落ち合おうと言っている。今何の音ですか？携帯ですか？ミナ君、シメジ君、君たちも一緒に来てくれるか？もちろんです。ライダーキャリアで移動しましょう。バイク乗ろうぜ、バイク。ところで、さっきの戦いでショッカーとは思えない敵がいたんだが。うん、あいつらはカードシステムで出現させられた他の組織の敵だと思います。つまりこの世界にも R デバイスを持った敵がいるということですね。なるほど、そういうことか。まもなく目的地に到着します。おかしいな、先ほどから仮面ライダー2号から応答がない。やばい、それって仮面ライダー2号の身に何かあったのかもしれない。急ごう、急ぎましょう。一文字いい、来たな仮面ライダー1号。いくら待っても仮面ライダー2号は来ないぞ。おのれショッカー、貴様らの仕業か。許さないわよショッカー。しめじ行くよ。あいよ。はい、バトルスタート、ラウンド1。ゼロスペー、デイドゥ。はい、1号、はい、ムキムキ、ラウンドクリア。余裕ですね、何か喋ることもない。とりあえずゴースト呼ぼうか。とにかく7人を揃えて、あ、でも敵が強くなってくるとダメージを食らっちゃうから回復にそのポイントを割いちゃってさっさと呼べないんですよね。でも7人早く揃えた方がいいんですね。フィーバーバトルラッシュ状態にした方がちょっと強くなるんだっけ。わかりません。まあいいや、ブラックのね、必殺技を見て和みましょう。ライダーパン、ライダーパンって言うんですね。パンチじゃなくてライダーパン。いいね。はい、バトルクリア。よいしょ、オッケー。はい、第3話、ライダー絶体絶命、迫る包囲網。雲男がいるね。はい、バトル開始。さあ、ハケ、仮面ライダー2号をどうした？ボコボコにしてる。いい、仮面ライダー2号は雲男が捕らえている。ありがとうございます、ちゃんと入ってくれますね。ショッカーは雲男だと？奴はどこにいる？いい、雲男は郊外の廃工場にいる。仮面ライダー2号もそこに。全部教えてくれました、優しいですね。廃工場だな、仮面ライダー2号、今行くぞ。はて、待ってください、これは私たちを倒すための罠かもしれません。そうですね、ここは慎重に。小さな可能性に怯えてたら世界は救えないわ。ライダーフォースはライダーを助ける組織でしょ。しょうがないわね、ライダーキャリアで向かいましょう。ライダーキャリアで向かうの、そんなでかいので罠かもしれないのに。うひゃー、蜘蛛の巣だらけで嫌な感じ。仮面ライダー2号はどこにいるんだ？出た、クックックック。いい度胸だ、仮面ライダー1号、ショッカー繁栄のため死んでもらう。雲男、貴様何を企んでいる？ふふふ、お前が探している仮面ライダー2号はここだ。
じゃーん。見て、仮面ライダー2号が雲男の糸でぐるぐる巻きにされて真っ黒になってるよ。あ、出た。来るな、仮面ライダー1号。こいつは罠だぞ。うん。たとえ罠でも仲間を見捨てるものか。ふん、もう遅いわ。お前たちはすでに戦闘員に包囲されているのだ。戦闘員ごときでどうのこうのできるとは思えないんですけどね。いい。なんて数なの。我々は悪に決して負けはしない。仮面ライダーとライダーフォースが力を合わせれば不可能などはない。はい、さあ行くわよ、しめじ。は、はい、行きましょうか。もう正面突破ですね。はい、行きましょう。 BGM がいい、いい感じですね。ちょっと哀愁を誘いますね。はい、ゼロスペ。この辺はもう毎回一緒になっちゃいますね。ゼロスペクター呼んで、ディケイド呼んで、順番に呼んでいく感じですね。ライオトルーパーがいるじゃないですか。いたっけ、さっきから。いいや、どんどん呼ぼう。まあ簡単でやってるんでね、全然負ける気はしないですね。はい、ショッカーをボコボコにするよ。はい、ゴースト、ゴー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 スト。ゴーストももうもうすぐ最終回ですよね。撮ってる時期がバレますけど。はい、ライオトルーパー。クモ男はまだかな。あ、下に、下にっていうかカードの上のところに敵の状況が書いてるんですね。色の違い分けが属性か。こんなにいっぱい複数バトルで属性とかなかなか難しいですよね。まあ今はあまり関係ないんですね。ボコボコにするだけですけど。さあ来る、あ、来ますね。ボス出現。はい、雲男。はい、援軍の1号お願いします。ポン、ライダーキック。じゃあもうボコボコにしてやりましょう。でも連続複数必殺技はかっこいいですよね。ライドパーン、オメガトライ、オメガトライ、ディ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 ケイリ。はい、ムキキ、ムキムキキック。余裕。はい、バトルクリア。 OK です。はい、じゃあ続き第4話集結ダブルライダー。4話まであるんですね。行きましょう、バトル開始。ぬー、戦闘員が全滅とは覚えていろ。あ、逃げた。しまった、クモ男を取り逃がしたか。もうちょっと真剣に追いかけようぜ。だけど仮面ライダー2号が無事で何よりです。さあ糸を切りますからね。チョキチョキ。あ、ダブルライダーかっこいいね。ありがとう、ライダーフォースの皆さん、おかげで助かった。皆さんご無事で何よりでした。クモ男にやられるとはお前らしくもないな。確かに、すまん、油断した。あんなに山ほど戦闘員がいると思わなかったんでね。いいね、ちょっと軽いんですよね。ああ、目の前にダブルライダーが。感動。しめじもそう思わない。思う思う。仮面ライダー2号はパンチ一つで怪人を倒す力の2号よ。赤い手袋と白の一本線が目印。はい、大事なことですね。みなちゃん、今はそれどころじゃない。クモ男は大量の戦闘員を召喚していたわ。ってことはクモ男が R デバイスを持ってるんだ。クモ男が手にしていた装置のことかな。あいつは逆らう者はカードにしてやるとも言っていたが、召喚用の R デバイスでだけでなく、キャプチャーマシンまで。なんだって。デバイスとかマシンとかややこしいな。デバイスマシンなんていう言葉なかったですもんね、その頃は。キャプチャーマシンは生物をカードに変換することができる機械なんです。キャプチャーマシンは R デバイスと比べて結構大きいんだよね。運搬車両でもない限り持ち運ぶのは難しいでしょうね。ですのでキャプチャーマシンは敵のアジトにある可能性が高いですね。ってことはアジトに Q もいるかも。 Q 早く会いたい。ショッカーの作戦を阻止するためにもクモ男のアジトを突き止めなければ。
雲男め、叩きのめしてやるぜ。叩きのめしてやろうぜ。待ってください、敵が来ます。ショッカー戦闘員が接近中。しめじ、話は奴らを倒してからね。はい、第4話で終わりなんでしょうかね、仮面ライダー1号2号の世界は。これ見てて可愛くていいんですけど、ずっと絵が同じなんでね、どうしようかな。編集でなんとかするかもしれない。あれ、戦闘員で終わり、雲男は出ないの。はい、バトルクリア。あ、第5話もある。蜘蛛男恐怖の作戦、行きましょう。ふう、ようやく一息つけるな。皆さん大変です。電波塔がショッカーに襲撃されているそうです。奴らの目的は電波塔か。蜘蛛男のアジトよりそっちを止めるのが先ね。しめじ、電波塔へ急ごう。敵の反応です。ショッカー戦闘員が接近中。いつも通りですね。私たちを足止めする気？あとちょっとで電波塔なのに。ここは私が戦う。仮面ライダー2号とライダーフォースは先に行ってくれ。仮面ライダー1号、一人で大丈夫かな？大丈夫でしょ。あいつなら平気だ。安心して背中を預けられる男さ。かっこいいね。あいつとは心でつながってるからな。誰かを信頼するってのはそういうもんだろ。信頼か。しめじになら私も背中預けられるかな。さっき会ったばっかりですけどね。もう預けてください、大丈夫ですよ。あ、クモ男がこっちにいるじゃない。諦めろクモ男、電波塔を貴様らの好きにはさせん。今度こそ貴様を倒してやる。己電波塔から催眠電波を流しショッカーに服従させる我らの作戦が。わざとかっていうぐらい全部言ってくれますね。そこまでバカじゃなかったと思うんだけど、本編はね。はい、あ、また逃げた。いいいい、しめじ、電波塔を取り戻そう。了解了解、行きましょう。はい、これで蜘蛛男と決着がつくのかな、どうなのかな、行きましょう。ゼロスペあれ、また戦闘員で終わり、クモ男来ないんだ。はい、クリアしました。いつになったらクモ男を倒せるのか。はい、第6話、何話まであんの。対決クモ男、あ、ついに対決。ラッシュストーンを消費して回復しますか。しません。はい、AP も回復したので続き第6話、対決クモ男やっていきます。バトル開始。みんな無事だったか。電波塔はどうなった。お帰りなさい仮面ライダー1号。安心して、電波塔は無事です。しめじとみなちゃんのおかげだ。だがクモ男には逃げられてしまった。いいさ、奴のアジトを突き止めるまでだ。大丈夫、アジトもすぐに見つかるはずですね、ひとみさん。なんで。ええ、現在逃走したクモ男を追跡中です。このままクモ男を追いましょう。ここがクモ男のアジトってわけだな。仮面ライダー、バカな、なぜ我々のアジトがわかった。もうめっちゃつけられてましたよクモ男。出たなクモ男、さあ観念しろ。いよいよ最後の勝負だな。えい、ならばここで決着をつけてやる。なかなか粘りましたねクモ男ね。はい、仮面ライダーブラック、行こうぜ。最終対決だクモ男と。はい、ゼロスペーゴースト。走ってる姿がすごい可愛らしいですね。はい、1号行って。
こういう感じだとやっぱりゴーストとかの曲は分かりやすくていいのかもしれないですね。真面目な戦闘のシーン本編とかだとやっぱりこういうの浮くかなと思いますけど、子供は楽しいんでしょうね、ああいう音が鳴るのがね。フィーバーバトルラッシュの時にかかる仮面ライダーガールズの曲もすごくいいですよ。盛り上がりますよね。はい、雲男来た。援軍でこちらも1号お願いします。1号ばっかり蹴り入れようか。選択したライダーがこう並んで、で必殺技シーンが連続で流れるのはすごいかっこいいですよね。もうみんな撃っちゃう。いいね。ディケイドのキックも別のパターンだとあるのかな。かっこいいな。ブラックのなんかこう関節の接合部がすごくいいですよね。はい、ついに雲男撃破です。はい、ありがとうございます。この R デバイスがあれば勝てたはずなのに。さあ雲男、 Q はどこにいるの、言いなさい。バカね、 Q はもうここにはいない。グーボカーン。そうか、やっぱり Q はいないか。終わったな。 Q の手がかりがつかめなかったのは残念だったが。え、キャッチ、銃撃、誰、チェイサー。 R デバイスとキャプチャーマシーンは回収させてもらう。え、今のはマシンチェイサー？でもこんなところにどうして。なぜミナが知っている。彼も Q の手先なのでしょうか。また悪の側にチェイス。とにかくあいつを追わなきゃ。マシンチェイサーってことは仮面ライダードライブの世界。ミナちゃん、もう行くのかい。急に曲が変わりましたけど。 Q の手がかりが見つかったんだ。今は奴を追うのが先決だ。そうだろう。はい、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。本当に握手してください。みんなのおかげでショッカーもしばらくはおとなしくなるだろう。いろいろと助かったぜ。ライダーフォースは健在だな。ライファーフォースって言っちゃった。光栄です。お二人に負けないように私たちも Q を捕まえてみせます。我々の助けがいるときはいつでも呼んでくれ。はい、いつでも呼びます。また会いましょう、伝説のダブルライダー。はい、写真撮ってもらっていいですか。サインも。はい、第3章、やっと第3章ですね。ドライブの世界行きましょう。行く前に、まあ今日はこの辺でちょっと長くなっちゃったんで、終わりたいと思います。ダラダラとしましたが、ご視聴ありがとうございました。また続きありましたらぜひぜひご覧になってください。しめじでした。バイバイ。